霊夢、今日はどうしたんだ？マリサ、今回はこれを紹介したいのよ。ゴールデンボーイズか、また懐かしいな。これは私も読んだ記憶があるよ。これも名作よね。でもこれって電子書籍になってないのよ。へえ、結構有名なのにな。だから今回はこの作品の魅力と、最終回のエピソードまでを紹介するわ。おお、楽しみだな。それじゃあ早速。ゆっくりしていってね。まずはこの作品について軽く解説するわ。ポケットモンスターキング・イン・ゴールデン・ボーイズはコロコロコミック1999年11月号から2001年9月号まで、約2年間連載していた作品で、単行本は全3巻となっているよ。意外に短かったんだな。作者は斉藤宗男先生。名探偵コナンの公式スピンオフ漫画、日本史探偵コナンを書いていたり、アニメポケモンの金銀シリーズ以降のアニメ映画に登場するキャラクターデザインなども手掛けているよ。すごい人なんだな。また3巻の作者コメントでは、ゲームフリークの取締役でポケモンの公式イラストを手掛けている、杉森健さんとは高校生の時からの友人と明かしており、杉森氏の生み出したキャラクターを自分が漫画として描くことに不思議な巡り合わせを感じているそうだよ。なんだかすごい話だな。ゲームのポケモン金銀が1999年11月21日に発売されているから、ゲームの発売と同時に連載がスタートしたわけだけど、連載開始1ヶ月前になってからも編集部にゲームの情報が公開されておらず、前の号で予告を掲載してしまっていたことからかなり大変だったことが作者から語られているよ。キエピーの作者も似たようなこと言ってたな。この漫画はもちろんポケモン金銀のストーリーを反映していて、登場キャラクターや旅の道筋などはほぼほぼ同じではあるんだけど、読者はゲームをプレイして展開を知っているというのをコンセプトとして掲げていて、漫画として読者が主観的に感じられるよう描いたり、細部の異なる展開や登場キャラクターの掘り下げなど、かなり他の作品との違いを意識していたことが伺えるよ。実際人気だったわけだもんな。そうなのよ、読者からの人気も高く、関東カラーも描かれるなど順調だったんだけど、ある日突如として連載が終了してしまったの。何があったんだ？これについては様々な憶測があるんだけど、未だにこれといった理由は明かされていないの。もしかしたら斉藤先生が SNS で語っているのかもしれないけど、見当たらなかったわ。最後ってどんな終わり方だったんだ？それじゃあ大まかな流れと最終回を解説するわね。舞台は譲渡地方。本作の主人公ゴールドが、宇津木博士から噛みつき癖のあるワニの子をもらい、ポケモンチャンピオンを目指す物語だよ。そういえばこのワニの子なんでも噛みつく癖があったな。そしてゲーム同様、物語のキーマンとなっているのがライバルのブラック。このブラックがゲーム以上のクズキャラで覚えている人も多いんじゃないかしら。確か博士からポケモンを盗むんだよな。そうね、博士からポケモンを盗み出すのはゲームと同じで、こちらではチコリータ。しかし、ポケモンをバトルで必要以上に痛めつけたり、バトルに負けた自分のポケモンを、弱っちいやつめと捨ててしまうなど悪質な言動が多いの。実際、1話目で盗んだチコリータを短期間でベイリーフに進化させたのに、5話目でバトルに負けた際にあっさり捨てているよ。今見るとほんとひどいな。ただその後ゴールドがベイリーフを育てるんだけど、ブラックとのバトルでベイリーフがゴールドを助けて勝利した時は、こんな優秀なポケモンだったのか、と悔しさをにじませていたよ。その場の感情でポケモンを捨てたりなんかしたからバチが当たったんだな。話を戻すと、ストーリーやジムリーダー戦、途中のイベントなども独自の路線を貫いていて、ゲームをプレイしていた人でも斬新で楽しめる作品となっているの。私としてはジムリーダー一人一人のキャラクターやバトルがとても細かく描写されていて好きなのよね。最初のジムリーダーである鳥使いのハヤトがなんとフリーザーを使用してきて、フリーザーを相手に、ワニの子ポッポピカチュウしか手持ちがいないゴールドがどう戦うのか見どころよ。無理ゲーすぎてくさ。本当に全部のストーリーを解説したいくらいどれも面白いエピソードばかりなんだけど、さすがに長くなりすぎるから最終回までを簡単に紹介するわね。わかったよ。冒険の途中で出会ったクリスと共に旅を続けていたゴールドはアサギシテに到着。そこで出会ったアサギシテのジムリーダーミカンに、病気の電流を治すための薬が必要との話を聞き、ミカンに代わって薬を取りに丹波シテまで行くこととなったの。ここはゲームと同じだな。途中で漂着した渦巻島ではなんとルギアに戦いを挑まれてしまい、絶望的な力の差を耐え、ルギアの正体が本体のルギアが念力で作り出した分身だと見破り、ルギアに認められて丹波シテまで送ってもらうことができたよ。ここの対ルギア戦は本当に面白かったな。正直ここのルギア戦だけでも動画一本で紹介したいくらいの名勝負なのよね。丹波シテに到着したゴールドたちだったけど、ひょんなことから知り合ったジムリーダーのシジマから、電流を治す薬である秘伝の薬を売っていた店が潰れてしまっていて、
シジマの持っている薬もこれが最後であることを聞かされるの。そこで怪我をしたシジマに代わってゴールドが代理ジムリーダーをして薬を譲ってもらうことになるよ。ここはゲームとは違う流れなんだな。ジムの挑戦者としてやってきたのはブラック。格闘タイプのジムにエスパー飛行タイプのネイテを出してくるさすがのブラックに対し、バルキーで戦うゴールドは劣勢を強いられるものの、ゴールドの戦術により辛くも勝利。負けたブラックはお決まりの、弱っちいやつめを言い放ちネイテを捨てて帰っていったよ。こいついつもポケモン捨ててんな。ブラックが捨てたポケモンは全部で、ポッポベイリーフギャラドスネイテオの4匹ね。主力捨てまくってて草。ブラックに勝利したことでシジマから約束通り秘伝の薬を譲ってもらい、速達でアサギシケのみかんに送ったことで無事に目的を果たしたゴールドだったけど、突如として現れたミナキにピカチュウをよこせと因縁をつけられるの。ミナキって確かゲームにも出てたよな。ゲーム版ではスイ君を追っていたミナキだけど、こちらでは伝説のポケモン全般を追っていて、ゴールドのピカチュウは未来のミナキが自分のために過去に送ったものだから返せというの。え？どういうことだ？ゴールドのピカチュウはハヤト戦の最中にタイムトンネルから現れた謎のポケモンだったの。初対面でゴールドに懐いていたことから未来からやってきたのではと言われていたのよ。そうだったのか、それがなんでミナキは自分のだなんて言ってるんだ？伝説のポケモンを追うミナキは確実に出会う方法として、ポケモンに伝説のポケモンの目撃情報を学習装置で覚えさせて過去の自分に送り、伝説のポケモンのところまで導いてもらうというのを考えたの。すごい発想だな。だから未来から来たピカチュウは自分のものに違いないからよこせと言っているのよ。とんでもない理屈で草。当然そんな話をゴールドが聞き入れるわけもなく、しかしミナキも引き下がらないことから、バトルで決めることになり、ゴールドのアリゲイツとミナキのスリーパーの一騎打ち。催眠術に対抗し、ピカチュウのために自分に噛みついて眠気に打ち勝とうとする。アリゲイツの男気は涙なしには見られないわ。仲間のために頑張ったんだな。勝負を焦って接近戦に持ち込もうとしたミナキの隙を突きアリゲイツの噛みつくが決まり、ミナキに勝利、ミナキもゴールドを認めピカチュウを諦め一件落着となったの。これで終わりか？いいえ、歓喜するゴールドたちだったけど、突然ジムの裏から爆発音が聞こえてきたの。爆発？爆発の主はブラック。ブラックは盗んできたマルマインを爆発させて丹波ジムのある封印を解いてしまったの。こいつほんとろくでもねえな。大昔に譲渡地方で破壊の限りを尽くし封印されていた怪物。黒いバンギラス。黒いバンギラス？この最強最悪の怪物の封印が解かれ、次が最終回となるよ。ええ？ここで最終回なのか。黒いバンギラスの力は圧倒的で、一撃で丹波ジムを全開させる力を見せるの。するとゴールドのピカチュウにある異変が起きるよ。異変？なんとピカチュウの体が透けていき、どんどん体調が悪化していってしまったの。どういうことだ？黒いバンギラスが復活したことによって未来が変化してしまったのよ。本来未来で生まれるはずだったピカチュウの存在に影響を与えてしまっているということなの。タイムパラドックスってやつか。ピカチュウを救うため、黒いバンギラスを再び封印することを決意するゴールド。封印には赤ボングリから作ったボールが必要だったんだけど、物語序盤にガンテツさんからレベルボールを受け取っていたため封印の準備はできていたのよ。ああ、そういえばレベルボールもらってたな。ってことはこんな序盤から黒いバンギラスを出すことは決めてたってことなのか。おそらくね。あとは黒いバンギラスを弱らせるだけ。しかし、ゴールド、シジマ、ミナキ、丹波シティのポケモン総がかりで攻撃するも、黒いバンギラスには全く通用せず、状況はどんどん悪化し、ピカチュウの体もほとんど消えかけてしまうの。強すぎるだろ、どうすればいいんだ？しかし、ここで奇跡が起きるわ。なんとみかんちゃんがアサギシティのトレーナーたちと駆けつけてくれたのよ。おお、これは熱い展開だな。電流の恩人であるゴールドのために集まってくれたアサギシティの100を超えるトレーナー。まさにゴールドとクリスの思いが起こした奇跡と言えるわ。これはもう勝ったな。しかし、ここで黒いバンギラスが予想外の行動を取るの。え？さすがに不利な状況だと悟り、アサギシティまで一気にジャンプしたのよ。まさかの逃走。いやどうすんだ？今にも消えそうなピカチュウ。バンギラスの飛んで行った先に渦巻き島があるのを見つけたゴールドはカバンから銀色の羽を取り出し、最後の望みをかけ叫ぶの。ルギア、力を貸してくれと。まさか。すると霧の中からルギアが現れ、バンギラスに強烈な一撃を食らわし、丹波シティまで跳ね返してくれたよ。これは熱すぎるだろ。ルギアの攻撃を食らい、戦闘不能となったバンギラスを封印しようとするゴールドだったけど、なんとこの場にいる全員のレベルを足しても黒いバンギラスを上回ることができなかったの。ジムリーダー2人と100人以上のトレーナーがいてもまだ足りないのか。せめてあと1人いれば。そこに現れたのはブラック。お？物語序盤から最悪な関係だった2人。
しかし、ブラックはゴールドに力を貸すことを選ぶよ。最後までゴールドを認めることはなかったけど、初めて力を合わせることとなったわ。まあでもこの元凶はブラックだしな。ブラックの力も受け、サイドレベルボールを放つゴールド。そして今度こそ黒いバンギラスの封印に成功したよ。やったな。ピカチュウも元に戻り、歓喜するゴールドたち。一人立ち去るブラック。黒いバンギラスは新たに封印がされ、丹波ジムの地下に眠ることとなったわ。頑丈にしないとな。そして物語の最後、また新たな冒険に旅立つゴールドとクリス。最後のページには、みんなの力で未来を開け、ゴールデンボーイたちよとのメッセージとともに、この物語は幕を閉じたよ。いい最後だったな。熱い展開で最後まで盛り上がったし、いい最終回だったんじゃないか。でもこの先を見たかった気持ちもあるな。そうね、まだまだ続くと思っていた読者も多かったから、このタイミングでの終了は驚きの声が多かったよ。なんで連載終了しちゃったんだ？明確な理由は今でもわからないの。斉藤先生の抜群の画力に独自のストーリーなど、読者人気が高かったのは間違いないから、打ち切りではないと思うんだけどね。じゃあ作者の意向とかか？いいえ、斉藤先生は SNS でこの最終回以降の構想があったことを具体的に明らかにしているの。へえ、そうなのか。一部を紹介すると、アサギシティに戻ったゴールドとクリスは互いにパートナーを交換し別れることになるの。ゴールドは火の嵐、クリスはベイリーフを連れていることがわかるわね。へえ、意外な展開だな。さらにはアサギシティでのミカンとのジム戦。そこにロケット弾が絡んでくるなど新たな展開を構想していたこともわかるわ。さらにはゴールドと別れた後のクリスがブラックと出会う物語なども考えられてたみたいね。意外な組み合わせだな。連載を読んでて気づいた人もいると思うけど、ブラックとクリスって一度も顔を合わせていないの。え？そうだったのか？巧妙に入れ違いになってて、ブラックもクリスも互いのことを知らないのよ。これも斉藤先生が意図して描いていたと明かしているよ。すごいな、そんなとこまで考えられてたのか。ここの二人の絡みで謎だったブラックのキャラクターの掘り下げがされる予定だったみたいね。他にもかなり細かい構想が語られているので、気になる人は斉藤先生の SNS を見てみてね。これは気になるな。そうね、私としてはみかんちゃんやクリス、アカネなど女の子の可愛さとかも紹介したかったけど、長くなっちゃったから、今度他の動画で紹介しようと思うわ。というわけで、ポケットモンスター、金銀ゴールデンボーイズでした。いかがだったかしら？今回はポケットモンスター金銀ゴールデンボーイズについて解説してみました。やっぱり名作だよな、久しぶりに読んでみたくなったよ。電子書籍になってないのが悔やまれるな。そうね、ダイヤモンドパール物語とかも電子書籍になってないから、版権上難しいのかもしれないけど、本当に面白い作品だから、フリマサイトや古本屋などで探して手に入れてほしいわ。今回紹介しきれなかった部分など、評判が良ければまたやりたいと思うから、この動画が面白かったという人はチャンネル登録と高評価をお願いします。皆さんの応援がうぷ主の餌になります。それでは、ご視聴ありがとうございました。